ばんは。ゆうとさん、やっほー、むっちゃんさん、こんばんは。すーさん、こんばんは。きゅうにーさん、こんばんは。ひょうさん、こんばんは。あきさとうさん、こんばんは。らおりさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、みなさん。まあいっか、なんか全然使ってないと使ったら全然違うことになったけど、なんかおかしいね、ここ。ラーリさんこんばんは、じっちゃんさんこんばんは、英作さんばんは、インナミさんこんばんは、モヒカンダイナソーさんこんばんは、ジュン FK さんこんばんは。たくみーさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。たくみーさん言ったよね今、こんばんは。こんばんは。じゃない。あ、今日あれだ、カウントダウン TV じゃない、今日カウントダウン TV よね、え、あっとるよね、今日カウントダウン TV あるよね、え、ちょっと待って、7時からだったくない、タイムテーブル見たい、7時からだよね今日。お、8時頃に AKB さん、絶対見たい、ちょっと録画したい。やば、見たいです、めっちゃ見ます、めっちゃ見た。え、これってさ、これってライブライブ、ライブライブか。マスオさんこんばんは、オムラさんこんばんは、 N164 さんこんばんは。8時が見ましょう、見ましょう、見ます、ゆらも楽しみ、楽しみ、楽しみだ、え、超楽しみ、マジで。乃木日向ですよね、今見ました。何を歌うんだろうか、何を歌われるんでしょう、出てないのかな、これ名前、名前じゃなくて、なんで吠えるん、あ、シンクロニシティだ、乃木坂さん、え、日向坂さんはそんなことないよ、だった見ましょう、マジで、AKB さんでも何の曲をやるか出てないですね、何をやられるんだろう、岡田奈々さんがメールにキトリラちゃんと一緒に歌いたいって書いて、そう、昨
きな。皆さんに教えていただいてびっくりしました。もう本当にびっくりした。もうやばい、どうしよう。もうさあやばい、なんかもうみたいな。まさか書いてくださるとは思っていなかったので嬉しいです。めっちゃ嬉しい。本当にやば、もう余韻がすごくて、本当にね余韻がすごくてゆらもあの岡田奈々さんとにあの写真をあのお願いして撮っていただいたんですけど、それがもう余韻がすごすぎて、ゆらの待ち受けは今岡田奈々さんとのツーショットです。もうもうこう携帯をね、まあ、やっぱいつも開くじゃないですか、携帯って毎日使うものなので、もう開くたんびに幸せって感じで、もうはぁってもう幸せですね。今日はねあのあれをずっと見てました。今日はあのユナモギオンチャンネルさんを見てました。今日嬉しいんです、めっちゃめっちゃ嬉しいです。写真もね本当は見たいんですけど、そうでも昨日も聞いたんですけど、メールは有料だからそのモバメの返信とかにはのそのツイッターとかには載せれないみたいな感じで聞いて、はいちょっと見れないのがちょっと苗なんですけどうん、マスオさん50カウントありがとうございます。あ、イケちゃんやって天ぷらさんこんばんは。今日の私服はツイッターのキャッチフレーズ、あ、そうです、これキャッチフレーズのやつです。そう、そうそう、タピッチェさんこんばんは。そう、岡田奈々さんのお隣に座らせていただいて、もうあの席をゆらは知った時はもう昨日もいたんですけど、もう信じられなくてちょっとどうしようどうしようどうしようってなって、そう隣は普通にあの2期生の子、2期生で座るのかなとか思ってたら、そうまさかの1期生さんの机にも入れさせていただき、そして隣は岡田奈々さんっていう、岡田奈々さんという本当にびっくり。ザンさんこんばんは、ごそばそこイエイユーマーさん初見かな、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。ルームフォローまだやってないよっていう方はルームフォローしてください、お願いします。こんばんは、ずっと応援してます。 T シャツ1号さんありがとうございます。これな、胸元じゃないわ、なんだっけこれ、袖元、袖元、何これ、どこだろう、ここかここかどっちだろう。ありがとうございます。かわいいですよねこの服。ゆっきーさんこんばんは。 N164 さん50カウントありがとうございます。花ちびさんこんばんは。あ、そうなんですか、毎週月曜日なんですか、え、そうなんですか、え、楽しみ楽しみです、え、楽しみマジで、え、楽しみ。今日はカウントダウン TV もあるし、
ユナモギオンさんの動画も上がるし、え、楽しみ楽しみ、最高。トモチンさん、こんばんは。岡田さん、どんな匂い？え、めっちゃいい匂いしました。めっちゃいい匂いした。めっちゃいい匂いしました。てかもうなんかもう先輩方がいい匂いすぎて、そう、すごいいい匂いです。皆さんいい匂い。岡田奈々さん、マジでいい匂いでした。なんかユラがいつも思ってるんですけど、なんか絶対気のせいではないと思うんですけど、なんかその2期生だけがおったりして、まあ2期生でも結構いい匂いの子とかをいるんですけど、あの2期生、あの先輩方があの来られた時とか、先輩方が来られたらなんかその場がいい匂いするんですよ。そんな気がして、ユラは。そう、いい匂いするんですよ、先輩方が来られたら。誰かにもそれを言った気がするんですよね。ちょっと誰だったかあれ覚えてないんですけど、言ったですよ。みちさん、あ、あります、お話させていただいたこと。あの前浜の帰りのバスで、隣があの今村さんだったんですけど、そこで一緒にお話しさせていただきました。はい、あの時のバスの席ももうめちゃくちゃ上席で、あのゆらの前の席が石田千穂さん でゆらの横が今村美月さんで、もう上席でした上席だったですけど、はい、もうねすごくお話しさせていただいて嬉しかったです。うん、星投げてありがとうございます。宮本さん、こんにちは、元気ですよこんばんは、今日も可愛くてありがとうございます。え、嬉しいです。カズサさん、ありがとうございます。あ、襟元なんですかこれ。あ、ここですか、可愛いですよね、いい感じいい感じ。ベートーベンさんは ST メンバーのことかは知んね。そう、ベートーベンさんすごく面白かったです。初めてお会いさせていただいたんですけど、すごく面白かった。ニャメロさん、ニャロメさん、キドちゃんありがとうございます。まっちゃんさん、59ありがとうございます。50カウント完了。大村さん、ありがとうございます。今週は記念配信が2回ありそうやな。そう、もうちょっとしたらね、あ、明日かな、明日、明日ですかね、あのあれを100回、今日100回言っとる子もおるよね。え、ゆら明日かな、明日かもしれん、やばっ、100回目の女になる明日は。え、嬉しい、明日だ。3000人さんも目標にしているんですけど、でもなんか3000人さん行ったらなんか何かするみたいな感じの話しとったじゃないですか。あれ結局何も決めてなくて、そう、何も結局決めてないけんどうしようって感じなんですけど、どうする、どうする、どうしよう、うん、3000人さん行くといいですけど、皆さんなのでフォローしてください。でも何するか全然決めてないかな。ちょっとどんな匂いだった？え、どんな匂い？
ちょっと言葉にするのがちょっと苦手なんですけど でもとにかくいい匂いですよ。とにかくとにかくいい匂い。うん、あとそうですね、やっぱりあのお話しさせていただいた時にもうずっと目をねちゃんと見てというか、そう目を見てお話ししてくださって、そうすごいなんかちょっと照れました。やっぱりまつげがねすごく綺麗でした。もう 目がもうめっちゃ綺麗で、であのまつげどうやったらそんな綺麗なんですかって聞いた。そうもうめっちゃ緊張した。もうお話しするだけで緊張するんですよ。いい匂い、そうめっちゃいい匂いでした。うん、3,000人さん行くといいですね。皆さんお願いします、フォロー。玉木さん59度ちゃんありがとうございます。皆さん明日も来てください。皆さん配信待ってます。カダナナさんね、もうなんかもう本当にマジで恋しそうになりますよね、本当に。うん、本当にもうなんかなんていう、なんて言ったらいいかわかんないんですけど、すごいもうなんか全てを持っている感じ。かっこいいも可愛いも綺麗もなんか全てを持っている感じがします。全てを持たれてますね。はい、ケンさん初見、こんばんは、初めて来ました、お疲れ様、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします、ありがとうございます、嬉しいです。ぜひルームフォローよろしくお願いします。こんばんは、島次郎さんこんばんは、元気ですよ、ありがとうございます。もう本当にに最高。バスのヨッシーさんありがとうございます。お願いは1年続きそう、もうずっと続く、本当にもうね、もう本当に、でもユラもあの一つのね夢でもあるので、そう岡田奈々さんと一緒に歌いたいっていう夢が、はい、なので歌いたいです。なのでそれをやっぱり叶えるためにはやっぱりそれなりの自分もなんて言うんだろう、
やっぱりなんて言うんだろうな、それなりのあれにならないといけないので頑張ります。はい、こんばんは、イケメさんこんばんは。ビッグダムはいいから池田ちゃんの金髪姿見てみたいです。金髪ですか、どんなになるんでしょうか、ゆらはどんなになるんでしょう、似合うかな金髪、それなりのあれ、え、なんかわかりますか、なんかそれなりのあれですよ、それなりの、それなりのやっぱり人にならないとやっぱダメだと思うので。うん、なので頑張りますね。うん、頑張ります。滝野さん羨ましそうに言ってた。そうですよね、もう言うあのなんだっけ、相思相愛だと思うので、あの滝野さんと岡田さん、でも竹野さんにもお写真を撮っていただきました。撮ってくださいって言って撮っていただいた。キャッチフレーズはいけいけゴーゴーいけゴーゴー、今日も池田ちゃんはイケてるよーです。そう、チャームポイントですよ。うん、かわいい、クソですよ、かわいいですよね、これかわいいですよね。わかりますよ。わかっていただいた、イエイ。少し明るめの髪色にしても似合う。本当ですか、え、ゆら一回も髪の毛やったことない。絶対なんかゆらがなんか被ったら絶対なんかマジでカツラ感が増すと思う。リラックマなんで。リラックマって金じゃなくない、茶色じゃない、茶色と白みたいなのがおる気がするんだけど。カリさんこんばんは、こんばんは。モバメで公開できるようになったら、ようならアップお願いします。あのですね、なんか先輩と先輩方とお写真撮っていただいてるんですけど、でもなんかその先輩にそう、なんかこれモバメにあげてもいいですかってなんか言わずになんかあげるのもちょっとなんかそう、何も言わずにあげてしまうとあれかなと思って、なかなかあげれてないです。あげたいんですけど、うん、なんか勝手にあげちゃったらあれかなってちょっと思っちゃって、うん、そう、イケイケダーダーがマジでなんか本当にイケイケダーダーってありそうじゃけん、ありそうじゃけん、なんか皆さん混乱するよね絶対、ごめんなさいね。日に日に可愛くなって嬉しい。
嬉しい。ケーキ今後は覚えやすいですね。嬉しい、ありがとうございます。覚えてくださいぜひ。そう、今日ワンピースですよ。ワンピース。ニコ生のイケちゃんへのコメントめっちゃ多かった。あ、本当ですか？え、本当に？そう、でもなんか皆さんがコメントしてくださってたおかげでね、あれなんですよ。その岡田さんにその歌のことをもうゆらが歌好きっていうのも知っていただくあれになったのですごく嬉しいです。嬉しいです。ゆらちゃんがセトベリー賞もしくはセトデミー賞を取るとしたら何があると思いますか？なんだろう、なんだろうか、なんだと思いますか？逆に逆に聞くやつ、逆になんだと思う？セトデミー賞、セトベリー賞、セトベリー賞は、セトベリー賞はまあ別にそのSTU の活動っていうあれではないけど、一番一番靴を